福島大学環境放射能研究所の高田です。よろしくお願いいたします。で今回このタイトルにありますようにですね、海でのトリチウム、特に海産生物中のトリチウムが一体どういうような動きをするのか、蓄積をしていくのかどうかということに関して放射性セシウムの結果とですね、比較して見ていきたいと思っています。結論から言うとですね、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、海産生物へのトリチウムというのは蓄積をしないということがちゃんと科学的に改めて評価されたということになります。それでは、今回の成果の概略を説明させていただきます。場所はですね、青森県から岩手県の沖合で海水と海産生物を採取しています。2003年度から2012年度の結果を取りまとめています。でもしかしたらこのプレゼンテーションでは少し見づらいかもしれないんですけども、2006年から9年にアクティブ試験というのがございまして、そういった影響がどうだったのかということも合わせて見ていきたいと思います。まず海水中の放射性セシウムとトリチウムの濃度の変遷を見ていきたいと思いますけれども、まずトリチウムはだいたい 0.1 ベクレルパーリターという数字をじわじわと横ばいになりながらですね、変遷していったと。ただ2006年から2008年の度に行われましたアクティブ試験の影響が若干見られますけれども、そのアクティブ試験後はですね、速やかに試験前の数値に戻って、2011年の福島第一原発の事故の影響というのは海水中のトリチウムが見えていません。で2012年これがだいたい 0.1 ベクレルパーリッター、これよりも少し下回るような結果というのがこの時点での最新の結果になっています。で一方、海水中の放射性セシウムを見てお分かりのようにですね、アクティブ試験の影響というものは見られておりませんけれども、このアクティブ試験以降の2011年、福島第一原発の事故の影響によってですね、上昇していますけれども、その後速やかに着実に海水中の放射性セシウムも減少しています。このアクティブ試験に関してですね、再処理施設というものがこの青森県にありますけれども、ここからトリチウムというものが中心に2回と放出された、そういった影響がトリチウムの水の方ではまず見えていたと。では海産生物はどうだったかという話になりますけれども、少しごちゃごちゃとしていますけれども、この左側、海産生物中のトリチウムの濃度2種類あります。組織重水と有機結合型になります。組織重水というのはいわゆる魚の水分です。で有機結合型というのはこの水分を取り除いた紐の部分ですね、その中に含まれているトリチウムを測った結果が有機結合型と言っております。でパッと見両方同じような動きをしています。でさらにこれは先ほどのページでお見せしました海水中のトリチウムとも同じ動きをしています。でやはりアクティブ試験の影響は若干見られますけれども、すぐに減少して福島第一原発の事故の影響というのは両者とも見えておりません。また有機結合型の分析の結果なんですけど、非常に濃度レベルが低いと分析に加えてですね、分析が非常に難しいということでなかなかデータが出ないんですけれども、例えば2012年度の結果それぞれ見てみますと、組織重水はだいたい 0.1 ベクレル、これは海水と同じ濃度レベルです。一方有機結合型の資料数が4件ぐらいしかないんですけども、2012年度に関してはそれよりも低い 0.06 ベクレルという数値になっています。では海産生物の放射性セシウムについてはどうかというと、これはまた海水と同じような状況を示しています。だいたい 0.1 ベクレルパーキログラム生成物の数値を、行ったり来たりしながらですね、アクティブ試験の影響は受けなかったんですけど、やはり福島第一原発事故の影響は見えています。でただ海水に比べ少しゆっくり減少している、これは何かというと、後で蓄積過程の話をするんですけども、それとの関連でですね、1回取り込んだ放射性セシウムの場合はなかなかこう外へ出にくいという性質がこれまでの研究成果で分かってきますので、そういった影響が見えて少し海水よりも動きが遅く出てくる、タイムラグが生じるということがこの結果からも見えてきています。では今回の一番解析の重要なところの一つになりますけれども、じゃあそのトリチウムというのは海産生物の中で蓄積するのかどうか、これはいろんな方々がですね、知っている方は蓄積しないということは分かっているんですけど、改めてですね、科学的な評価をさせていただいた結果になります。できるだけ一つの資料ではなくて多くの資料、10資料ぐらいを使ってですね、同じ業種に対して本当に濃縮しているかどうか、しないのかどうかというのを評価した結果になっております。でここでいう濃度比というものなんです。
係数ということも言われております。これは海産生物中の濃度を海水中の濃度で、単純に割った数字になるんですけども、この数字比が、1よりも大きくなればなるほど要は蓄積しているという一つの指標にもなっていきます。で、放射性セシウムとトリチウム組織重水で今回は評価をさせていただいたんですけれども、放射性セシウムの場合はですね、33から74という、まあ、いわゆる海水中、自分たちの生息環境の海水中の濃度よりも高い数字を示している、いわゆるこれは蓄積をしやすいということがこの数値から改めて分かっています。一方トリチウムの方はですね、 0.8 から 1.3、まあ、ばらつきはありますけれども、これ総じて大体1という数字になっています。で、見ていただきたいのは誤差が非常に大きい、先ほどもお話をしましたけど、分析は非常に、難しくてですね、まあ、精密に分析してもですね、ギリギリのラインをこれは結果として示しているので、どうしても誤差が大きくなる。まあ、それを使ってでもですね、その数値、濃度比というのが 0.8 から 1.3、いわゆる1という数字。これはどういう意味を持つかというと、海水と自分の体の中の濃度が一緒だと。これは蓄積をしないということの大きな、指標になっていくわけなんですね。このように同じ資料を使ってセシウムは確かに蓄積はしますけれども、トリチウムは蓄積をしない。やはり今までのイメージの中で放射性セシウムのイメージって皆さんどうしても持っていきがちなんですけれども、こうやって同じ資料を使ってトリチウムとセシウムを比較することによって、セシウムは確かに若干蓄積しますけれども、トリチウムはそういった影響はあまりないということが今回の評価で改めて示されたということになります。これはざっくり見せますとですね、濃度変化ということに関してはトリチウム、これ海産生物の話ですけども、組織流水に関してはその周りの環境に合わせて速やかに動く。一方セシウムは若干体に残りやすい、で出にくいという性質があるので、少し海水中自分たちの生息環境に合わせてよりも少し遅れて反応するということが見えてきました。また蓄積するかどうかというお話に関しては、トリチウムは、組織重水に関してはしないと。で、数値が非常に少ないので今回は評価をしていませんけれども、数値だけで言いますと有機結合型の数値もこの濃度比というのはこの1よりも低い、もしくは同じぐらいの数値ということで、有機結合型の部分も少ないデータから見ると、蓄積はしないということは数値から示されているということが分かりました。一方セシウムは蓄積してしまうということです。で、今回はですね、こういった成果の意義はやはり放射性セシウムと動きは違うんだよということを改めて今回科学的な評価をしたということが一つで、もう一つはデータが古いですけども、2012年度の結果、これは大体海水、海産生物ともに 0.1 ベクレルという数字です。これは今行われている海洋放出、そういったものの影響を一つ見るときに、この基準からどうなっているのかという一つの比較材料となっていくのではない